カムのガラシ醤油漬けのご紹介をいたします。今回の材料はこちらです。詳細は概要欄をご覧ください。それでは早速作っていきますね。まずはじめにね、塩漬けをします。今回はね、葉の部分も一緒に漬けていきますので、 2-3cm に切っていきます。カブは半分に切ります。今回使うカブはね、春のカブですので、ちょっと小雨ですので、スライスしていきます。薄くすることでね、硬さが気にならなくなります。味の浸透も良くなります。スライスしましたらね、塩を入れてなじませます。よく揉んでください。水分がね、出るまで揉んでください。このようにね、水が出てきたら OK です。そうしましたらね、重しをして、この状態でね、涼しいところで1時間漬け込みます。時々かき混ぜてください。時間になりましたので、今から水切りをして漬け込みに入ります。こんなに水が上がっています。ボウルに漬け込んでいきます。次に調味料を加えていきます。加え終わりましたらね、よくなじませてください。よくなじませましたらね、保存袋に入れます。加え終わりましたらね、空気を抜いて口を閉じます。このね、つゆのついてるとこまで折り曲げてゴムで結えます。この状態でね、冷蔵庫で2時間漬け込みます。今日はたけのこご飯です。今日作ったきゅうりの漬物、酢大根、かぶの和がらし醤油漬けです。いただいてみます。いただきます。ちょうどいい味です。ご飯のおかずにも、お酒のおつまみにもぴったしです。ぜひお試しください。最後までご覧いただいてありがとうございました。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。